七人組グループ、何は男子の道江俊優が主、するテレビ朝日系ドラマ、マルスゼロの革命マイナス、23、スタート、毎週火曜後9時の第1話ゲストに、道江とプライベートでも親交が深い俳優の西垣匠、出演することが決定した。今作は道江演じる、大きカリスマ転校生、三島霊イコールゼロに導かれ、 ルスという動画集団を結成した落ちこぼれ、交渉たちが令和の日本をぶっ壊し、大人社会、反径を翻していく姿を、三年 A 組、今から皆さんは、質です、で知られる、脚本家の武藤昭吾氏が三年、理に、完全オリジナルで描く爽快な新感覚青、ドラマ。多数の映画や舞台で活躍する西垣は、2021、10月期にテレビ朝日系で放送した、ドラマ。 初恋で道へと初共演。その後大ヒットしたい,い。今夜、世界からこの恋が消えても、2022年公開でさえ縁を果たし、プライベートでも、親交を深めて、た。今回の再々共演では、正真正銘の仇役として、枝演じるゼロの前に立ちはだかり、壮絶な場、ルシーンを繰り広げる。西垣が演じるのは、桜、学園3年生の、沢井賢樹、沢井。 元気クラス、イトの愛さは今一、板が切り三つ人を脅し、金を巻き、蹴るなどのいじめを行っていたところ、ゼロ、転康してきたことで状況が一変。ゼロ、今一と、向きから対立することになるが、彼の背後に、されたある秘密により、事態は、そう簡単には、多はせず、道へとの待望の再々共演に、 プライベーでも仲が良いので、道江くんとどんなお芝居できるのかとてもワクワクしましたと西垣枝の金髪姿には普段とは違うオーラ。と簡単、つつ敵対する役なので普段の中の良さが出異様にするのが大変でした。と、仲が良いなではの苦労もあった。一方の道枝も久しぶり共演でもあるのですごく嬉しいですし、プイベートで会う時とまた違うので、 少し不死な感覚でもありますと、西垣との再会を喜ぶ。歌詞バトルシーンでは、友達をボコボコにす。シーンは、カットがかかった後にすごく、気を、いましたかっこ荒いと明かし、共演するときは全然仲、良い役じゃないので、次こそは、仲の良い役で、期待も寄せた。道へし優三島玲役コメント。垣君はすごく、気さくで、話しやすい人です。得た初恋と、 映画、今夜、世界からこの恋が消え、も、で共演させていただいてから仲良くさせ、もらってます。共通の友人がいるんですが、そう、三人でご飯に行ったりして、他愛もない話をす、ることが多いです。今回は、久しぶりの共演でも、るので、すごく嬉しいですし、プライベート、会う時と、また違うので少し不思議な感覚で、あります。第一話では結構激しい格闘もあって、 友達をボコボコにするシーンは、カットが、買った後にすごく、気を使いました、かっこ笑い。でも言う、く大丈夫だよと言ってくれてたので、それに、えって全力でやらせていただきました。西が聞く、ともよく話しているのですが、共演する時は、さなかの良い役じゃないので、次こそは中、仲の良役で共演できたら良いなと思います。西が匠伊くみ、 役コメント、道江俊優さんとの久し、リーの共演はいかがでしたか道江くんとは、ブ、イベートでも仲が良いので、彼とどんなお芝ができるのかとてもワクワクしました。金髪、似合っていて、普段とは違うオーラを放って、ました。アクションシーンもありますが、ドン、準備をされましたかいじめっ子ということ、筋トレを継続して、なるべく体を大きくす、ようにしました。また、 道江くんや板垣くんと話し合いながら、怪我をしないように気をつって頑張りました。撮影現場の雰囲気はいかがしたか同世代の俳優さんが多いので、みんなわきあいあいとしながら撮影をしていますし。でも、道江くんとは敵対する役なので、普段の,の良さが出ないようにすることが大変ですし、かっこ笑い。視聴者の皆さんにメッセージをお願いし、すさわいは、 僕が演じてきた中で、ズバ抜けて濃く、やつです。新たな一面を、お見せできると思います。個性豊かなキャラクターたちと、ハラハラ、気キな展開を、ぜひお楽しみに。